ブルース・デイビット・グロベラーは南アフリカ共和国ダーバン出身の元ジンバブエ代表サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。ジンバブエサッカー史上最高のゴールキーパー。リバプールでは通算628試合に出場、310試合連続出場するなど数々のタイトル獲得に貢献した。百八十三から十四シーズンの チャンピオンズカップ決勝 AS ローマ戦での PK 戦では不思議な動きで相手キッカーのミスを誘い優勝に貢献その時のダンスは今でも有名で2004から05シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝 AC ミラン戦ではイエジードデクが PK 戦でその時のダンスを真似て相手のミスを誘い優勝に貢献した AB ブルースグロビラー www.liverpoolfc.com2020 年6月18日閲覧リバプール史上最高の奇跡はどのように実現したのか勝負を分けたキャラガーの提案 www.footbalchannel.jp2020 年6月18日閲覧ありがとうございます